ということでね、どうも皆さんこんばんは。おお、金塊暗殺やりまーす。ニョロモもいる、ニョロモいる、ニョロモ。は？絶対倒すぜ。いや、でも別に俺そんなに恨みないな、ニョロモ。そんななかったわ、恨み。うん、ない。ないわ。ごめん、ニョロモ。すまん。かけがえのない友を。え、またつー、あ、ちげえ、ミドゾンだ。やった、ミドゾン。え、これ何？ファイヤーロッドはワンパンでぶち飛ばせて、うん、クールタイムがあるぐらい。はい。殴られたり他の武器殴ったりすると CD が15になっちゃう。やるときは、もう敵に馬を上立てば、最初に衝撃でやるしかない。なるほどね。他の人に、なんとなく殴られちゃうと、クールダウンになっちゃうのね。そうそうそう。あと、今、素手で、殺していいやつかわかるよ。30秒の CD になっちゃうけど。あーね。普通に。この時間からわかるってこと？うん、ずっとわかる。へぇー。暗殺ペナルティが発生する相手だ。あ、それはダメ。それはダメ。さーて、ペイちゃん。ペナルティが発生する相手だ。うわ、鍵しうぜー。マンション自体が。これの効果は、ミドロンパメモに入るの？入らない。入らないんだ。ただ単にミドロンパメモは、その情報を得ないといけないから、暗殺は情報を得てるわけじゃなくて、誰殺していいかっていうのしか分かってないから。やっぱこれはでも名札か？名札買うべきか？うん、名札だな。いいカード。あー、てか待って、これ俺先にワンパンされたらもう無能ってことやね。要はそうだね、何もないね。何もできず死ぬよね、これ。要は能力依存度が高いから。そうだ、やば。先に見つけなきゃいけねえってことは、やっぱ名札めっちゃ買おう。最大買っちゃった。いてくれー、誰かー。 G 不明。ちょんちょん、ニョロも、ニョロちゃん。おお、やめなさい、やめなさい。ニョロモが倒そうとしてるよ。まあ、そういう時もある。はぁ、てか、なんでこんなに勝ってんのに出会えないんだ？運が悪い。と、運が悪いな、俺ってな。暗殺してもいいってのが出たら、とりあえず、ぶち飛ばせばいいのね。出ても、出た瞬間は30秒。あ、30秒間できないの？うん、共通 CD だから。あぁ。なんかなるべく確認調べてからバンバンした方が早い。え、殴られたよ。怖。ほんまに無意味に殴んなよ俺を。なあ、緑くん。そうだね。そうだね。そうだね。やばい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 。なんだなんだこれ、なんだこの、なんだなんだこれ。すごい、割れてる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 。粘着ボールしてあげようか。あ、こいつは？ちょ、邪魔邪魔邪魔。あ、いたー！ダーン！あ！取られました。いろいろ。あ、殴って、俺のこと。やったー！バカがやばー！なとうくん。やばー！あー！え？ねえ、今のは、うん、この人、今の豚さんは、うん、達人なの。ああ、だから別に誰でもいいの。誰でもいいのか。偶然殺せたの。ムカつく。最悪だ。せっ
っかくラッターにコニコニを無様な死に方差しやったのに。そうだね。最悪じゃない今の。運が悪い。悪すぎんか今の。まあ、HP やるくのが悪い。すいません。こんなことするから天罰が悪だ。やめてまーす。すいません。やべやべ。コロスケさんがめっちゃやってるよ。この人は殺人ガチ勢だから。そうなの。そう。殺人ガチ勢とかやば。ただのやばいやつ。足速ー。ああ。ひどい。うわ。でもやりたい放題じゃんね。うん。でどこが豚なのこれ。あ、ああ、強よ。お、でもこれ硬いぞ、この人。お、あ、それだけか。え、でもなんなら巨人でももう無理だよね、ほぼ。おお、え、殺人勝っちゃうじゃん、これ。うん、悪いね。やばい、ペンちゃん、ペンギン、ペンギン、硬い硬い硬い、怪人、怪物、怪物か？これ怪物だね。見てんのか俺。怪物だ。頑張れ。でもあと40秒だ。頑張れ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 。ああ、もうダメだ。足が速すぎる。うわあ、これは、もう無理じゃないか。やばいね。隠れてればいいのか。そう。隠れるしかない。もう隠れなきゃ死が必要ばっかり。このペンギンがもう隠れるしかないよ。なんだこの顔。やばいやばい、もうこんなん光ってるからやりたい放題。あ、でも一人光ってないね。この人がもう最後の希望だね。アズマックス。うん。うわあ、あと3分2分ちょいか。コロちゃん地図持ってるのかな。あ、そっか、そういう時に地図が持ってないわ。あれ持ってないわ。でも迷ってる迷ってる、うん、あ、光ってるわ。光ってるわ。いやー、もうこいつはダメだ。あー。どこにいんだ。あ、地図落ちてる。地図落ちてる。ほんと、ここの死体に。でもアズマックスも別に隠れてないわ。チーズ見つけた、コロちゃん。終わりだ。終わった。終わりだ。で、待って、アズマックスの能力が長手で、まだガードが残ってる。なるほど。ああ、来た。いやー、無理だー、無理だ、これは。水晶玉を使わないと勝てない、コロスペ。気づけるか。うん、水晶玉を使われるまで今無敵になってる。あ、そうなんだ。あと1回、あと1回使わなきゃいけないけど。そう、16回使われてない、全体で。気づけるの？はい。調べてる、調べてる。いけんちゃん？調べてる、調べてる。どれかわかんない、どれかわかんない。あ、本でめっちゃ調べてる。水晶玉ないのか、水晶玉ないのか。え、でも、感づけるってすごいね、ちゃんと。うん、やってるからね、このゲーム。すごい。あー、逃げた、逃げた。え、これ勝てんちゃん？あと40秒だ。いや、でもこれ、逃げ切れるんじゃない？あと30秒。頑張れ、アズマックス。ああ、大丈夫か、突っ込んで。買った？買ったのか、水晶玉を。え、逃げてるわ。おー、すごい、すごい、すごい。デッドヒートすぎる。頑張れ。おー、GG すぎる。これは GG ですわ。あー、落ちる。ナイス。ナイスだぜ。うわぁ、一人勝ちだ、まさかの。おめでとう。これは拍手ですね。すごいね。すげえ。なるほどなぁ。長州は全員、全員から見られるまで？ん？長州は全体か。全体で16個か。全体で、
16個使われるまでだけど。全然使ってなかったんだね、じゃあ、水晶玉。ああ、コロちゃんが殺しすぎ、早く殺しすぎたから。ああ、なるほどね。使われる前にどんどん減ってって言っちゃった。やばいね、それ。ラッキー、めっちゃすごいね、じゃあ。うん、残り1回ってのがすごいね。